て、このマテーラは007の新作ノータイムトゥーダイのロケ地でもあります。マテーラのシーンはジェームズ・ボンドがカーチェイスをしたシーンなんですけど、やばいっす。なんとボンドカーがありますね、ここに。やば、アストン・マーチン、ボンド仕様、ボンドカーですよ。やば、これはすごいな。実際に使われたアストン・マーチン007、ジェームズ・ボンドの特別使用車ですよ。しかもね、人が全然群がってないという。いや、これはすごいでしょう。これはね、映画ファン、私007のファンですけど、これはちょっとすごいな。ちょっとなかなかこの場を離れられない。いやー、実物ね。実物ですからね。いや、こんなに野ざらしにしてるんだな。何の警備もないし、仕切りとかもないですけどね。これはすごいな。いや、この田舎のマテーラでね、田舎って言っちゃ失礼ですけど、地方のマテーラだから人があんまり群がってないですけど、こんな普通に置いてますからね。そしてこれをご覧ください。これね、ジェームス・ボンド007。 DW はちょっと意味が分かんないですけど、これミサイルね、ミサイルが出るやつじゃないですか、これ。やば。いや、これはちょっと、これ知っててここに来たわけじゃないですけど、たまたま通りかかったらありましたけどね。これはすごいでしょう。まさにね、このマテーラで007のカーチェイスが行われたということで、いやー、私もね、早く見たいです。